皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ友です。木村です。けすけです。本日は、はい、YouTube で話すと消されるかもしれない話ということで、はいはい、危険ですよ。危険、危険ですね。大丈夫ですかね。早めに聞いてもらう。そうですね。っていうか、今しれっと始まってますけど、はい、今日初めて新しいスタジオで撮ってるじゃないですか。そうですね。ちょっとともくんがこう隣にいて木村さんが向かいっていうのがなんか久しぶりというか、あ、初めて、初めて、初めて、うん、初めての並びで。あ、そうかも、うん、ね、いつも木村さんと圭介が並んでて俺が向かいにいるっていう、そういう感じ、ね、本当はね、うん、そういう感じだ。なんか挨拶の順番の時に おってなりました一瞬。そう、ちょっと皆さんには伝わらないかもしれない事情でございましたけども。でもしかしたらね、この空間のなりというか、うん、がちょっと変わったなって気づくかもしれないですね。そうだね、そうですね、うん、まだまだね、すっからかんなんで、ちょっといろいろまた増やしていこうかなっていうところですけど、ね、それも楽しいじゃないですか、うん。そう、この今回の企画なんですけど、はい、うん、僕らちょっと前まで去年ですね、うん、年末に全国ツアーをやったんですけど、はい、その時にツアーだからこそできるっていうことで、うん、YouTube では話せない話を結構したんですよね、はい、まあ、全公演違う話だったりとかをしていろいろ言ったんですけど、その中で、うん、まあ、これだったら話せるんじゃないかなっていうのを、うん、ちょっとぼかしてね、うんうんうん、選んで皆さんにお伝えしようかなっていう感じですね、うん、そうですね。でまあ、ちょっとツアーに行きたかったけど来れなかったよっていう人も多分いると思うので、場所も遠かったしとか日程合わなくてとか、うん、こんなこと話してましたよっていうのがちょっと伝わればなっていう。そう、アーカイブもね、うんうん、もう残ってないですから ね。そうですね、はい、でまた次回やるときに気になったら来ていただければ嬉しいなっていう感じですね、うん、はい、そうですね。じゃあ早速行きますか。早速行きますか。じゃあ僕から行こうかな。はい、はい、お願いします。お願いします。これある、うんとね、ウバステ山って呼ばれてる、通称、うん、呼ばれてる病院で働いてた、わ、すげえ嫌な名前ですね。なんか看護師さんから聞いたお話。おその地域ではまあもう有名というか、うん、もう身寄りのないお年寄りを入院させるみたいなのとかだったりとか、はい、そういう、うん、なんていうのかな、死んだら連絡くださいみたいな、うん、家族がいるような人たちが入る、うん、もう家族がもう面会にも来ないようなみたいな、うん、のご老人が入るような、うん、病院なんですけど、はい、まあ、そこで働いてた看護師さんから聞いたお話なんですけど、うん、あのね、そこのある日落合さんっていう高齢のおじいちゃんが入院したんですよ、うん、その落合さん4人部屋だったんで、まあ、みんなと仲良くしてたんですけど、落合さんいつも青い斑点って分かります、うんうん、ちゃんちゃんこみたいな、なんていうか羽織っていうか、羽織みたいな、うん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 、みたいなの着てたんですよ。それが落合さんのトレードマークみたいな感じだったんですよ、うん、だけど落合さんある日ちょっと原因不明の事故で亡くなってしまうんですね、うん、でそれから数日後、その僕に話してくれた看護師さんが夜勤になったんですけど、その夜勤ってそこの病院ではケアさんって呼ばれる介護士の方 と、うん、この看護師の方2人1組で夜勤になるんですけど、そのケアさんが見回りを夜中してたんですけど、うん、見回りって本当に病院の電気消えてて足元ライト、廊下の足元ライトがついてるぐらいで、うん、懐中電灯1個持っていくらしいんですけど、廊下を回ってる時にケアさんがこの看護師さん、僕に話してくれた看護師さんの名前を大声で呼ぶんですって、まるまるさんみたいな、うん、助けてみたいな感じで呼ぶんですって。でびっくりして行ったら廊下の奥を照らしながら名前を叫んでるんですって、うん、でどうしたのどうしたのって聞いたら、あれ見てって言って、その照らしたところを見てって言うんですって、うん、そしたらなんかね、人型のものが近づいてくる、うん、ってかこっちに向かって歩いてくるのが見えるんですよ、うん、ただいくら待っても近づいては来ないんですよ。歩いてるんですけど近くなんないんですよ。でよく見たら青い斑点来てるんですって。うん、で首から上っていうか頭の部分が黒い影になって見えないんですって。誰かが分からない、そのいくら懐中電灯で照らしても見えないんですって、うん、でうわ落合さんみたいな感じになるんですよ、うん、ちゃんちゃんこでちゃんちゃんこで、うん、あ、まあ反転で、うんうん、落合さんかなみたいな、でも顔は見えないから、まあ、はっきりとは分かんないですけど、うん、まあもう違うとこ行こうっつって2人でバーって見回って、うん、
すぐ終わらせて帰る、ナースステーションに帰ること。で、申し送りっつって昼勤の人に引き継ぐ、うん、あのこういうことがありましたみたいなので引き継ぐのがあるんですけど、うん、それで軽く言ったんですって、うん、その落合さんらしき人が出たみたいな、で、うん、怖ーみたいな感じになって、でまあ家に帰って、でまた夜勤になるんですけど、その時にそのまたその人から申し送りした人からまた申し送りされるんですよ、うん、今度は、うん、その時に、ね、落合さんの話だけどさっつって、私その昼勤昼間落合さんがいた病室に他の患者さんもいるから行くんだけど、うん、その病室って4人部屋なんですけど、ドア開けた真正面の壁に鏡があるんですね、うん、でそれに対してベッドが2つ2つ左右に2つ2つあるんですけど、両サイドに両サイドに、うん、開けた時にね鏡あるじゃないって言って、で私が映るじゃないっていう、うん、その私の顔の横に落合さんの顔があったんだけどって言って、うん、もうびっくりして、その昨日の申し送りのこともあったから、うん、びっくりしてって言って、うん、閉めてもう一回開けたらもうなくなってたって言って、うん、っていう怖い話が、落合さんの怖い話があるんですけど、うん、まあここまでは全然別に普通の階段なんで、うん、YouTube でも全然話せるじゃないですか、うん、この先なんですけど、落合さんの死因って原因不明の事故だったって言ったじゃないですか、うん、それ詳しく言うと、ベッドを、夜中柵をつけるんですね、落ちないように、うんうん、その柵を越えて落ちて頭から、うん、首がバキンってなって折れて亡くなったんですよ、うんうん、でまあその首が見えないっていうのも、首だけあったっていうのも、まあちょっと首の原因だろうなっていう感じなんですけど、うん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 、その時に入ってた違うケアさん、その夜勤の時に一緒にいた人じゃなくて、うん、ちょっとあるケアさんがちょっと嫌な噂があったんですよ、その看護師だけに伝わる、うん、その人が入ると人が死ぬっていう、うん、その人が夜勤に入ると人が死ぬっていう噂があったんですよ、うん、でその落合さんの時にもその人が入ってたんですよ、うん、でもう一個噂があって、その人はなぜその人が死ぬのか、そこの人が入るとその患者さんが亡くなるのかっていうのが、その人、うん、エンゼルケアっていうのの手当をもらおうとしてたんじゃないかっていう、うん、エンゼルケア、要は亡くなった時に綺麗にしたりとか、うん、まあ、送り人の看護師版みたいな、そのベッドメイクも綺麗にして、うん、ベッドメイクもして患者さんも綺麗にするみたいなのがあるんですけど、そのエンゼルケアもをやると手当がつくんですよ、うん、その時の看護師には、うんうん、それ狙いだったんじゃないかっていうのがちょっと後々発覚するんですけど、うん、それがなぜかというと、うん、お金に困ってる人だったらしくて、結構その看護師同士でもお金貸してくださいとか言われたりとか、うんうん、あと病院に給料前借りさせてくださいとか言ってたらしくて、結構お金のトラブルが原因で、実はその看護師さんも辞めちゃってたりとかしたんで、あ、ケアさんも、うんうん、その人も辞めてたりとかするらしくて、うん、後から分かったことなんですけど、これは、うんうんうん、だからもしかしたらその落合さんも原因不明ですけど、その人がやったんじゃないかっていう、はあ、まあ噂ですけどっていう、まあでも結構信憑性が高いお話、うわ、本当だったらやばい話ですけどね、マジで、まあ、はい、そんなね、柵なんて越えれるはずがないというか、そうだよねらしいんですよ。うーん、で事実本当にその人が入ると結構人が死んでたらしくて、ただそういう奪捨て山って言われてるところか、だから、うん、誰もその追及をしないんですね。家族からも、家族からのなんで死んだんだみたいなことも、なんかすごく突っ込まれることもなく、他の病院よりかは全然突っ込まれる確率は低いみたいな、うん、っていうお話があって、まあ心霊話かと思いきや、
一子はもう怒ってるみたいな、っていうお話をちょっと聞きましたっていう。あんまりちょっと倫理的に YouTube で話すのどうかなっていう。確かに。そうだね。え、まあツアーでさっき言ってたじゃん。ツアーで話した。ツアーの時は、あの、どこの病院かまで言ってたっていう感じなんですけど、まあここら辺で YouTube では。そうですね。ちなみになんですけど、そのエンゼルケアの手当てって高いんですか？これがね、気になるところじゃないですか。2000円なんですよ。めちゃくちゃ安い。だからこそそんな2000円での手当て欲しさに人を殺すんだなみたいな、まあ、どうか分からんすけど、殺すんだなって思っちゃう。そんだけ切羽詰まってんのか、ちょっとでも多く欲しいとか。じゃあだってそれこそ送り人と同じような仕事をするわけじゃないですか、それが2000円ってのもなんかすごい安いなっていう、まあそれこそなんていうんですかね、その送り人本職にしてる人たちより出来がどうとかっていうのがあるのかもしれないですけど、まあその簡易的なことだったりとかもするかもしれないからね。まあそうだね、化粧とかもしないしね。まあそうだね。そうかそうか、もうその2000円のためにっていうのが事実だとしたら、またちょっとそこも、そこまで追い詰められるかっていう。でも僕的にはなんですけど、このもう父親亡くなってるんですけど、父親がもう僕中学上がる直前ぐらいからずっと病気で、もう一つがんが見つかって、治ってはまたがんが見つかってみたいな。でも仕事もできなくなって、でだ、まあ、最後には結局肝臓を悪くしてずっとお酒飲んでて、で肺がんでタバコもやめてとかって言って、いやもうやるものがお酒しかないからって言ってずっとお酒はやめなくて、最終的に肝臓悪くなって、肝臓の手術はお酒原因だとできないんですよ。移植手術とかができないから、もうこのまましか、もう現状維持しかマックス最高、でその後またどっか体を悪くした時にもう手術できないと、メス入れたらもう体が持たないからできないって言われてから結構長いこと生きるんですよ、ただ肝臓を悪くして肝性脳症っていう病気になるんですけど、肝臓で処理できなくてアンモニアが血液に回っちゃうと、その血液が脳に達するとちょっとおかしくなっちゃうみたいな病気の症状が出るんですけど、もうそれって肝臓を手術できないから、これお酒だけじゃなくても肝臓って働きあるんで、お酒やめててもそれは起きちゃうんですよ。そうだからもうこの最初それなってから 5,6 年間はもう母親は働いてて僕も働いてる、3人暮らしなんですけど、それなっちゃうともう父親どっか出てっちゃったりとか、そこら辺で糞尿しちゃったりだとか、あとはもうぶっ倒れてなんかどっか怪我しちゃうとかっていう風になったりするんで、すぐ病院連れてくんですよ、で点滴打って治すみたいな、元に戻る、濃度薄めるみたいな感じなのかな。そう、多分そんな感じですね、っていうのをずっとやってたんで、もうめちゃくちゃ参るんですよね。そう、仕事でどんだけ忙しい時でも抜けないといけない時もあるし、分かる分かる、なってくると本当にこんなことは YouTube で言うべきじゃないですけど、最終的に亡くなった時、どちらかというと悲しさもあるっちゃあるけど、解放感の方がでかかったっすもん、やっぱり。なるほど。だからなんかその奪捨て山みたいな風に、奪捨て小屋か山、って言われてるようなところに入ってる人の家族とかは結構そう厄介者みたいな風に見てる人もいなくはないのかなっていう。介護疲れっていうのはね、ありますからね。それがなんていうんですか、それがいいこととは思わないし、全然、もう僕もしっかりその時そういう感情になったことが当たり前だって言ってるわけじゃなくて、そういう思っちゃうこともあるから、なんかその多分自分がその立場で、父親がその病院で事故で亡くなったって言っても、誰だ殺したのとはならないかなって、ちょっとそのご遺族側の気持ちがなんか、なんかすごい体験談として自分の体験を話してるからさ、すごいなんか真実味があるというか、そう思ってもおかしくないよなっていう、それはすごい重たい話だな、なんか。そうですね、だからなんかちょっと分かるかなみたいな部分がちょっとあって、まあ追及されない、なんかその
今回はそのベッドから落ちて、うん、で、まあ、首の骨をやっちゃってみたいな、うんうん、なんかいろんなあれなのかな手段で、ね、うんうん、そこも気になって聞いたんですよ、うん、そのまあベッドから、例えばそれだったらベッドから落としたとかじゃないですか、うんうん、他には、うん、やっぱ食事制限されてる患者さんとかもいるんですって。その、うん、例えばヨーグルトを一口食べていいよ、スプーン一杯食べていいよって言われてる人にめちゃくちゃあげたりとか、うんうん、分かってるだけでも、まあ、そういうもうそれだけで、なくなっちゃうことがあるもあるらしい。一口もあげない方がいいでしょ、濃度に。いや本当ですよね、うん、でも快楽っていうか、その美味しいもの入院してる方とからすれば、うん、一口でも食べたいっていうね、うんうんうん、あ、まあ、そう、濃度に詰まっちゃうとかそういう理由だったりとかもするんですけど、それを一度にいっぱいあげて、とか、そういう原因で亡くなったとか、いろんな方法というか駆使してたらしいっすよ。悪質ですね。まあ、もちろんもうその人はその病院を辞めてるらしいんですけど、僕に話してくれた看護師さんももう辞めてるんで、看護師さん自体を、あ、病院を辞めてる。そうか、はい、そう、なんかそのやっぱその人間的な怖さの部分はすごいわって思うんですけど、うん、亡くなった落合さんが出てくる時の感じが怖すぎるなっていう。怖いよね、うん、近づいてこんっていうのもそうだけどさ、うん、なんか本当は伝えたいことあるみたいな感じなんですかね。うん、なんかその首が見えないとか、うん、顔が見えないとか、その逆に首だけ鏡に映ってたみたいなのが、うん、なんかすごい、だからなんかあいつがやったんだぞみたいなのを伝えたいとか、あ、そういうのなのかなってストレートに思っちゃったんですけど、うん、そう、なんかだったら、うん、ね、その歩いてて、まあ、その場で足踏みじゃないですけど、うん、近づいてこないとかっていう感じとか、 なんかすごい怖いじゃないですか。怖い、うん、なんか伝えたい、落合さんは自分は殺されたんだって伝えたいってよりか、なんか恨みがあって、うん、その看護師とかそっちサイドに、うん、みたいな出方にちょっと感じちゃったなって思って、うん、怖がらせる出方、怖がらせる出方をしてるというか、うんうん、しかもね、なんかそのちょっと詳しく聞いて、はい、近づいてこんってどういうことみたいな、うんうんうん、その足元ライトがあるって言ったじゃないですか、うん、あれに足だけずっと映ってるんだって、その光に照らされて、あ、はいはいはい、普通は暗くなったりまた足が映ったりとかどんどん近づいてくるんだった、うん、あ、そうだね、けどその明るさの中でそこでずっと足が見えてるんだって、でこうやって自分で懐中電灯で照らすと、うん、青い斑点が見えると、で、あ、落合さんだなと思って首を照らすと見えないと、顔は、うーん、って言ってましたね。なんかそれだと、じゃあ病室、落合さんがいた病室の鏡では首だけが自分の顔の横に見えたじゃないですか。そう、うん、か首と胴体が分かれてる感じしますね、バラバラにね、うん、でも別にその原因は首の骨を折って亡くなっただけだから、うん、切れてるとかではないんですけど、不思議な霊障だなっていうのはちょっと思いました ね、 ね、シンプルに人間の怖さもありますけど、うん、いや俺はそのそっちの人が殺してるっていう話の方がビビったから、ちょっと落合さんが薄れたけど、ね、確かに確かにね、うん、2000円で、ね、でもまあ本当にお金のトラブルが多かったっていうことは言ってましたね、その人に。でもやっぱお金ない人って、切羽詰まると、うん、常識では考えれないようなことするときありますもんね。そうだね。俺の仕事をくれてる社長さんがいるんだけどさ、うん、その社長さんがお金の、まあその従業員とかに金貸しみたいなこともやってたりとか、うんうん、その知り合いに金を貸すみたいなこともやってたりする、事業としてね、うんうん、やってたりするんだけど、その知り合いだけだけど、うん、そのお金の話をするときだけはその話すテーブルにいつも灰皿があるんですけど、それ隠しとくっつってましたから、ね、おー、うん、もう本当にそれでなんか殴られるとか、そうそう、何するかわからんっつって、はー、でお茶も出さないっつってました、は
はあ、そうだ、湯飲み、湯飲み、そのお茶かけられて熱い、お茶かけられることもあるから、めちゃめちゃその日あの奥さんが経理っていうか秘書みたいなお茶も出したりとかするんですけど、うん、その奥さんにめちゃくちゃ怒ったって言ってましたもん、出すなって熱いお茶出したから。ああそう、うん、なんかそんな怖い思いまでしてそんな事業やらんでもいいのになって思うけど、ねえ、でも最近は多分やってないと思います、ね、あんまり聞かない、完全に逆恨みだもんね、だって、うん、怖いよね、まあ、追い詰められたら何されるかわからんっていうね、ちょっとそういう人間的な怖さすごい出てますね。うん、その噂が本当だったとしたらっていう。でそうね、看護師さんのね。でしかも、それが警察とかにも何のお咎めもないっていうことが事実であるとしたら、もう他にもなんかいろいろ出てきそう。そう、その病院は辞めたけど、うん、また違う別の病院で同じような、ね、そういう上捨て山とまでは言われてないかもしれないけど、うん、そういう人が入ってる入院してる病院で、うん、またそういうことしてる可能性もないことはないよ、ね、ないですからね、完全に引退してたら分かんないけどさ、うん、これをイベントで話すっていうね、もっと詳しく話してますけど、うん、病院の名前、うん、名前言ったっけな、地域まで言ったんだっけな、地域か、うん、そうだね。でも、まあ、知りたい人はね、またイベント来てくれたら話すことがあるかもしれないですからね。そうですね。そうですね。いや、すごい話だ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのイベントで行った人は書かないようにって。ああ、そうですね。本当だ、本当だ。どこかとか。そうだ、そうだ、うん。お願いします。お願いします。じゃあ続いては僕からお話しさせてもらいたいんですけど、はい、まあ、僕は、この地元にまつわるお話なんですけど、うん、まずこの話をする前に一つ聞いてもらいたい話があって、うん、オカルトラジオずっと聞いてくれてる方はもう聞いたことあると思うんですけど、ちょっとそれを簡単に話させてもらうと、うん、僕が大学生の頃に大阪の大学行ってたんですけど、その夏休みの時とかに地元によく帰ってくるんですよ。で大学2年生の時にまた夏休み地元に帰ろうって思ったら、大学の先輩とか後輩たちがケイスケさんの地元に遊び行きたいっていう話になって、あ、いつでも来てくださいって言ってて、2泊3日ぐらいで何人かで遊びに来たんですよ。でその時に普通に遊んでて、夜先輩がカブトムシ取り行きたいっていう話になって、まあ、クワガタとか取り行きたいっていう話になって、僕カブトムシとかクワガタ取るの好きなんで、あ、全然いいですよって言って、先輩たちを連れて山奥に車取り行った、あ、山奥にクワガタとかカブトムシを取りに行ったんですよ。で結構自分の知ってるポイントを巡ってったんですけど、カブトムシは取れるんですけどクワガタが全然取れなくて、で先輩たちも大阪でもたまにカブトムシ捕まえたりができると、ただクワガタを見てみたいみたいなこと言ってて、いやいや大阪でも見れると思うけどなと思いつつ、まあ、じゃあちょっと僕も知らないようなポイントがまだあるかもしれないんで、帰り道ちょっといそうなとこあったら寄って降りて見てきますかみたいな、例えばお墓があったりだとか神社があったりだとか街灯が明るいところとかに結構飛んできて落ちてたりとか、あとはお墓とかだとクワガタとか好きな木があったりするんで、帰り道そういうところを見つけながらあったら寄って降りて探してって帰ってってたんですよ。で山奥からどん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 豊橋の方に帰ってきてる時に、とある信号で信号待ちしてたんですよね。でその信号がまっすぐと右右折の T 字路になってて、そこで信号待ちしてたら先輩があーって言うんですよ、右の方を指さして。それ見たら線路があって踏切、その向こうに大きい神社があるんですよ。あれ神社じゃないみたいな、本当ですねって言って、じゃあちょっと寄ってみますかって言って、その信号を曲がって神社の方に向かっていくんですよね。で線路があって、線路を越えると道が Y 字に分かれてて、左に行くと市街の方に抜けてく道で、右に行くとこの神社の裏山みたいなところに続く道で、この Y 字の真ん中に神社がある状態なんですけど、じゃあこの右の道入ってってみるかって言って山道の方入ってったら、すぐ行き止まりになってて、一応道は続いてるんですけど、まあガードレールみたいなのが置いてあって中では通れなくなってる状態なんで、そこに車を止めて行けないっすねって言ってたけど、まあ歩いて奥まで行こうよみたいな感じになって、その柵を越えて山道をどんどん歩いていくんですよ。でその両サイドにある木を見ながら照らしたりとかして行ってるんですけど、降りた時から思ってたんですけど、山の奥、
この道の先の方からうーって変な鳴き声が聞こえるんですよ、うん、で最初もうなんか変な声聞こえるねとかって言ってたんですけど、まあ、時期的にも猫の盛りじゃないみたいなことを言いながらどん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 無視して奥に進んでいくんですよ。で気づいたら、まあ、僕らが奥に進んでるのもあるんですけど結構近くでさっきの鳴き声がうーって聞こえるんですよ。じゃあ近いね怖いねなんて言ってて、そしたら一人の先輩がうわーって脅かしてきたんですよ、うん、で俺らびっくりしてもうやめてくださいよって言いながらもう突っ走って逃げて車戻って先輩マジでやめてくださいとかって言っててもう怖いんでここやめましょうって言ってエンジンかけてライトつけたんですよ。そしたらライトがこの正面の獣道山道を照らしてるんですけど、そのライトが当たるか当たらないかぐらいのところに黒い猫みたいなやつがいるんですよ。でなんだあれってなってるんですけど、なんで猫みたいっていうかっていうと猫って光当たると目反射するじゃないですか。あと尻尾とかあるじゃないですか。そいつ目も尻尾もないんですよ。どちらかというと四足歩行なんですけど赤ちゃんのハイハイみたいな形で、でも光当たってるけど真っ黒な物体なんですよ、うん、それが高速のハイハイみたいな感じでダダダダダダダってこっちに近づいてきてるんですよ。で怖ーってなってもうすぐ車ギアをバックに入れてその Y 字ケツ振って線路の方に帰ってくんですけど、うん、その時にパッて神社見たらその神社水子供養の神社だったんですよ、うん、え何これって水子供養って書いてある、うわさっきの赤ちゃんじゃんとか言いながらそのまますぐ家帰ったんですよ、うん、でめちゃくちゃ怖かったっていうのが僕の体験談であって、これ後日談で話すとその当時結構霊感のある彼女と、まあおからじの中でも結構登場する子なんですけど付き合ってる頃で、その次の日遊ぶ予定だったんですけどその日に電話かかってきて明日やめようって言われるんですよ、うん、でなんでか聞くと多分今日変なとこ行ったよねみたいな、赤ちゃんの霊多分ついてきてるから私についてほしくないから明日はやめるみたいなこと言われたみたいなこともあって、うんうん、でそっから結構経って特に何もなかったんですけどオカルトラジオで、まあこういう怖い話とかするときにこの話もしてて、で僕と木村さんで顔出しの動画を出そうってなってその場所に検証に行ったことあるんですよね、うんうん、その時行ったらもう神社の上りとかもすげえ綺麗になってて、俺らが大学生の頃に行った時とはちょっと別物というか、うん、で水子供養なんて文字は一個もないんですよ、うん、で調べたら神社で水子供養なんてしないんですって、うん、水子供養するのはお寺かなんかみたいな、だから根本的にちょっとおかしいみたいな話で、すごい不思議な話なんですっていう話が、まあ、僕の中である話だったんですけど、うんうん、この話を結構おからじでも喋ってて、まあ、不思議な話だよねって言ってたんですけど、まあ、僕夜飲食店で働いてて、でいろんな人から怖い話聞いたりするんですけど、その中でその神社の付近に住んでる人の話を聞いたことがあって、うんうん、でその人の話なんですけど、これはまたちょっと別の話になっちゃうんですけど、豊橋に女性専用の刑務所があるんですよ、うん、女性だけ収容されてるというかそんな刑務所なんですけど、そこで2000年前半の頃に事件が一つありまして、うん、それっていうのがその捕まってる受刑者の女性と警官、男の男性の警官が、うん、監視員みたいな人、そうです、うん、監視員ができちゃってて、うん、まあ事件としては性的暴行というか、うん、性犯罪でその監視役の人が捕まるっていう事件だったんですけど、うんうん、そのことをいろいろ調べると、取り調べの中で仲良くなって、で多分付き合ってるみたいな感じでその人とは性交渉をしてたらしいんですよ、うんうん、ただ事件の全容としては無理やりやられたみたいな感じで捕まってるんですよね。でその後いろいろ調べたら、実はその女性、訴えた女性以外にもそういうことしてたみたいな、うんうんうん、で結局、まあ、これは有罪になって捕まるんですけど、で解決する話なんですけど、実際その記事の中ではその証言した人と他2人みたいな紹介をされてたんですけど、実は他にももっと被害に遭ってる人が実はいて、だからこの訴えた人ってのはその事実を知って逆恨みじゃないですけど、そういう因縁をふっかけたんじゃないかみたいな風にも言われてる話なんですよ。で先ほど言った僕のこのお客さんの近所に住んでる
自分の同級生のお姉さんみたいな人がいるんですけど、うん、その人が捕まっててその刑務所に入ってたらしいんですよ。でその事件が発覚する前に出てきてるんですけど、うん、その方っていうのが実はこれもその人は後から聞いた話なんですけど、その刑務所で性的暴行を加えられて身ごもっちゃってたんですって、うんうん、でそれを誰にも打ち明けられずに自ら命を絶って亡くなるんですよ、うん、その亡くなった場所っていうのが、うんうんうん、その僕らが行ったあの神社の裏山の中で首吊って亡くなってたんですよ、うんっていう事件があったんだよっていう怖い話を聞かされて、うん、そんなことあったんすねって聞いてた時に思ったんですけど、うん、水国王の神社ってのがなかったとしても、うん、あの声は完全に猫の盛りじゃなくて赤ちゃんの鳴き声っぽかったし、うん、僕らが見たのは完全に赤ちゃんのハイハイの動きだったのは何だったんだろうなって思ってたんですけど、うん、要するにその捕まってた女性の人が亡くなったのは一緒にお腹の中にいる子供も亡くなってるんで、うんもしかしたらその例を見てたんじゃないかっていうお話なんですよね。はい、ありがとうございました。なるほどね。結構な、まあでも、ねうん、あのイベントの時はこの犯人が捕まった記事を結構しっかり読み上げて、うんうん、でその後いろいろ話したりもしたんですけど、うんうんうん、なんかそういうクローズな場所、刑務所みたいなクローズな場所でさ、うんうん、そうやって女性の受刑者の方が何人も被害に遭ってるっていう、うん、その状況がさすごい嫌だよね、うん、人怖というか、ね、絶対あっちゃかんなっていうとこだしさ、うん、言えないっていう、なんていうの、被害に遭ったとしても、うん、それをなんか訴えることができないっていうか、うん、ねえ、うん、なんかその実際訴えた人っていうか、うん、は、うん、なんか噂ではできてたって言われてる噂が流れてるんですよ、うん、それがなんか本当なのかは分かんないですけど、うんうん、なんか自分からそういう面会みたいな話を聞く相談役みたいな感じで、うん話聞いてくださいって言って2人で個室入るみたいなこともできるし、うんうん、あなるほど監視役が話あれで来いって言って呼び出すこともできるらしいんですけど、それをその人はどっちもよくやってたらしいんで、うんうんうん、その中にいた人からの話なんです。これもネット調べると多分結構出てくると思うんですけど、はいはいはい、なのにその人が訴えたってなんかおかしいみたいな、うん、そうだね、そうで、うんうん、他にもなんかいたからっていう、まこの話してる途中にもちょっと喋ったんですけど、うん、逆恨みじゃないかみたいな説みたいなのもちょっと流れてるんですよ、うん、あ私だけだと思ってたのに、うん、他の人にも手出してたんだね、うん、みたいな感じで、うん、でちょっと厄介なのが、うん、その人は両思いだったとするじゃないですか、うん、でもその時同時進行で他にやってる人、うん、でも少なくともその亡くなったって言われてる方は誰にも言えず、うん自ら命絶っちゃうぐらいのことなんで、うん、なんか無理やりやられてるんじゃないかなってちょっと思うんですよね、うん、か脅されたか、まあ、そうだね、うん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 、っていうふうにも、でもおかしくないかな、なんかそういうのが普通に頻繁にその当時は起こってたんだってちょっと思うと、うん、やだよね、うん、すごい嫌だなっていう、わかんないしね、もしかしたらその人じゃない人の可能性もありますもんね、そうだね、うん、うん別の監視員っていう可能性だね、うん、もう全然ある、で今はもう女性しかいないんですよね、あその働いてる人も女性だけなんだ、あそうなんだ、そう、あまあそうその監視役の人かな、うんうんうん、なのかその関わる人はみんな女性みたいな、あなるほど、ね、なってるらしいですけど、そうなんです、まあこれはまあ僕が経験した時ってのが大学1年2年2年の時なんで、うんどうだ多分今から15年前とかなんですよ、うん、2000年前半なんですよね、ケースケ大学3年の時に帰ってきた、そうですそうです、そうだよね、俺それさ帰ってきた時にもう聞いてさ、うんうん、行ったじゃん、あはい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 、水国用って書いてあったの覚えてるじゃん、そうですよね、あてかトモ君とも行った気がするんですよね、1回ね、1回、うん、水国用ってあのバックするとあのケツ振ったケースケが、うんうん、書いてあった気がするんだよね、そうなんですよ、書いてあったんですよ、うん、
うん、でもその神社はあれなんでしょ、水国用しないんでしょ。そうなんです。だただ、うん、そのこの後半の話を聞かせてくれた人に、うん、あそこって昔水国用ってありましたよねって言ったら、あったって言ってました。そう、何々幼稚園、保育園だったか、うんうん、幼稚園の看板と、うん、そのでお寺のどういうところか、お寺じゃない神社か、うん、どういう何があるかみたいなので、うん、水国用みたいなの書いてあったのを覚えてるんですよね。その水国用は神社でしてないっていう圭介の情報は、うんうん、じゃあなんかコメント欄に書いてあったよね。そうで調べたの。のあと僕この話結構いろんなところでしてて、うんうん、僕の元バンドメンバーのギターの子がこいつ幼馴染でめちゃくちゃ仲いいんですけど、はい、そういうの調べるの好きで、うんうん、俺が話した後にいろいろ調べたら、うん、神社って水国用しないって書いてあるよみたいな。へえ。で、あ、そうなんだと俺適当に流してたんですけど、うん、おからじで喋った後にコメントでもあったんで、うんうん、調べてみたら本当に神社で水国用はしませんみたいな。あ、そうなんだね、うん、だから何だったのかな、あの感じ。そうなんですよ。たまに神社とお寺が一緒になってるみたいな雰囲気の、それこそ豊川稲荷とかも、そうじゃん、鳥居があるけどお寺みたいなさ、はいはいはい、そういうとこあったりするからさ、ひょっとしたらそうやってなんか2つねえ、うん、なんか見らしがあるというか、そう。でもその僕と多分トモくんが一緒に行った時は綺麗な看板じゃなかったっすよね。うんうんうん、そうなんですよ、うんうん、僕と木村さんで行った時はもう建て替えられててめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。あ、それこそ15年ぐらい経ってるからね。そうなんです、そうなんです、うん、だから何だったんだろうなっていう、うん、本当だね、結構だろう僕の中では個人的に体験して怖かった話と、うん、なんかリンクする部分がちょっとあって、まあ、勝手に結びつけちゃってるところもあるんですけど、うん、その本当にただの猫の声だったかもしれないし、うん、で動揺して見間違えてる可能性は全然あるんですけど、うんうん、なんか変にその水子供養っていう文字が見えたとか、うん、その身ごもった方が亡くなってたとかっていうのがなんか繋がっちゃったなって、うん、勝手に思ってちょっと衝撃的な、うん、そうだね、そういうなんか違うとこから聞いた話がこう繋がるとかいうのでゾワゾワってくるもんね、うん、そうなんですよね。俺はでもケイスケからこの話をいつもその猫の、はい、あのハイハイが猫がハイハイしてきたみたいな話を聞くときいつも思うけど、うんうん、猫の声がうまいときと赤ちゃんの声に寄っとるときと2タイプあって、ケイスケの語り口のコンディション、コンディション語り口の話ね、うん、今日どっちでした。今日はね、あの赤ちゃんの方だった寄せちゃってただいぶ寄ってましたが猫の盛りの声出すとめっちゃうまいんですけど、そうなんだ、その話を多分しすぎて そっちじゃなかったの、ね、今日は今日は赤ちゃんの方だなと思って寄せました俺は俺そんなに猫の盛りの声うまかったんだって今初めて知りましたよまあでも確かにコンディション的には赤ちゃんによるときありますねなんかこういう別にさっくりでいいやって話すときは赤ちゃんによってる可能性ある、あ、うん、なんかこの話はさ、猫の声かと思いきや赤ちゃんだったっていうのが怖いポイントだと思うから、うんうんうん、俺は猫の盛りの声に寄せてく方が話的にはいいのかなと思うけど、うんうんうん、今日赤ちゃんだったからああ赤ちゃんかとそっちの方でこれオチが赤ちゃんの時は猫の鳴き声にするんですよ多分ああなるほど、はいはいはい、今日は繋がったっていうお話だったから、そうそうそう、これは赤ちゃんなんですよなんですよ、もう元から、うん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 、だからオチじゃないから、なるほどね、あ、そうそうそう、それ注意深く聞いとくわ、はい、まあ、でもさ、お腹のなんかそれがもし赤ちゃんの霊とかだったら、うんうん、なんかそのお腹の中にまだ生まれてないじゃん、はい、それが出てくるのかなっていうとこあるし、これ目開いてなくて、うん、っていう黒い物体じゃないですか、うん、もしかしたら首吊りって、うん、首吊って体がブランってなってるから、うん、まだちゃんとしたなんていうんですか、赤ちゃんって呼べない状態というか、うんうん、まだもうちょっとお腹の中で育たないといけない状態なのに、うん、出てきちゃって、出てきちゃって、しちゃってみたいなっていう可能性もあるったら怖いなみたいな、うん、実は尻尾に見えたのがへその緒でした、うんうん、あ、いや
だな。でもこれは完全に想像の話なんで、うん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 、ちょっと倫理的にどうかって言われるところあるかもしれないですけど、ね、まああとはさ、そこがさ、そういうなんか名所じゃないけど、うんうん、その人だけじゃない、うん、何人もそこで、うんうんうん、ね、うん、なんかそうやって命を絶ってしまう場所みたいな感じで、うんうん、まあ、その出てきたのがお腹の中の赤ちゃんじゃなかったにしろ別の例だったかもしれないけど、うんうん、なんかまあ結びつけちゃえるよねみたいな話かもしれんしね。しかも、実際に行くとそこって安産の神社なんですよ、うんうんうん、安産祈願なんですよ、うん、だから若干つながりはないことはないのかなってちょっと、まあ、そうだね、例えばそういう神社に、例えばどうだろう、身ごもってるけど逆子でとか、うん、無事に生まれるかどうかとか、なんかいろいろ問題があったりする時ってあるじゃないですか、うんうん、それをなんとかしたいっていう、うん、まあ、まさに神頼みじゃないですけど、うん、なので安産祈願の神社に行って願って祈って、実際にちゃんと生まれてこなかったってなっちゃった時に、うん、恨みじゃないですけど、うんうん、ここ先ってそっちに行ったりする時もあるのかなみたいな、うん、なるほどね、そういうのが、うん、なんか積もってみたいな、うん、みたいなこととかはどうなのかなっていうのもちょっと思います。あとはさ、その赤ちゃんの例っていう話、うんうん、たまにあるじゃん、うんうん、でもさ、一説によるとやっぱこの世に残りたい、この世に対して、あの人に対して恨みがあるとか、うんうん、何か名残惜しいとか、この世に対しての執念みたいなものがあると幽霊になるみたいな話ってあると思うんだけど、うんうん、生まれたばかりの赤ちゃんは、まあ、それこそ1歳2歳とかかもしれないけど、うん、この世に対しての執着みたいなものがないから、なんか霊にならないみたいな話もちょっと聞いたことはあってさ、うんうんうん、確かに聞いたことはありますね。そうそう、まあ、造形として赤ちゃんの霊とか、うん、あと声、赤ちゃんの声が聞こえるみたいな、うんうん、そういう心霊現象ってあるもんでさ、うん、まあどういうね、それがまあ直接赤ちゃんが出てきてるのか、そのお母さんがこう子を思うあまり子供の霊を顕現させてるのかちょっとわかんないけど、なんかそこもなんかちょっと気になるというか、確かに赤ちゃんがの声が、赤ちゃんの声が聞こえて姿も赤ちゃんみたいな黒い影だったっていうさ、うん、そこもなんかちょっと気になるポイントだなと思って。でもなんかその赤ちゃんがこの世に未練ないから赤ちゃんの霊がいないとかって言うっすけど、うん、例えば体内記憶とかがあるってことは、うん、生まれてからはその記憶がなくなっちゃうけど、うん、お腹の中にいるときは外のお母さんの中から声とかが聞こえてるとかっていう話あったじゃないですか、はいはい、それが本当だとしたら早く外出たいみたいな思いもあるんじゃないかなってちょっと思いましたけどね、うん、あ、なるほどね、うん、それはどうなんだろうって、うん、まあそうだね、出たい気持ちはあるかもしれんね、うん、まあ、それがこの世にとどまってなんか霊現象を起こすきっかけになるかって言ったらまたちょっと違う気はするけどね、それは、うん、まあ、でも完全に赤ちゃんのハイハイでしたからね、見たら怖い、めちゃくちゃ怖い、見たら怖い、俺はめちゃくちゃ、まあ、上位ですね、自分が体験した中でも。ただやっぱり見間違いかって思えれるというか、うん、なるほどね、はっきり姿が見えないからこそ、うんうんうん、うん、し、ね、本物の猫をガチでビビりすぎて赤ちゃんだって言ってる可能性もあるし、うん、まあそうだね、うん、だからそれよりかは前回あの僕と木村さんであの2人で僕の階段の現場に行くみたいな、うんうんうん、あの投稿したと思うんですけど、はい、あの時行ったマンションのお話とかは、ね、うん、めちゃくちゃリアルに人だったんで、うん、見てる時はもうめちゃくちゃ、でもその後その部屋には誰もいないってのが分かってるから、うん、俺見たの何ってなって、衝撃ではそっちの方が怖かったんですけど、うんうんうん、
のこの話も俺は最初見た時はめちゃくちゃ衝撃的だったっすね。うわーって言ってましたもん俺。言っちゃうよね、うん、怖いよね。めちゃくちゃ怖かった。えそのさ帰りの車内でさ、はい、えさっきのさみたいな話になるの？さっきの絶対赤ちゃんだったよねって俺の助手席のやつは言ってるんですけど、うんうんうん、後ろの人は何何みたいな。あ俺らが席だから見えてないってこと。そう俺らが取り乱してて、うんうんうん、みたいな感じで、でそのとね5人で行ってたんですよ、うん、でそのちょっと愉快な先輩以外の別の人たちは、うん、もうちょっと怖いの苦手でやめてみたいな感じで、うん、最終的にもこの話終わり終わりみたいな感じで別の話になりましたねその日は。うんそうだよね。その車の中でさっきのさみたいな話するの怖いよね。いやめちゃくちゃ怖いです。怖いね。でなんかやっぱそうなってくると怖さが積もってくんで、うん、だんだん、うん、より記憶の中のあの猫が赤ちゃんになってくるんですよね。だから猫より赤ちゃんの鳴き声になるのは俺の記憶がそうなってってる可能性があります。うん俺今日1年分の赤ちゃんって言葉を聞いたからすごい気になっててさそうですね、ちょいちょい目があって俺が赤ちゃんって言うと木村さんがその前にさ赤ちゃん赤ちゃんっていっぱい言っとって赤ちゃんいっぱい言っとるなって思ってケンスケになって赤ちゃん赤ちゃん言っとるもんでうわ俺今日赤ちゃん多分1年分聞いとるわと思ってちょっとニヤニヤしちゃってやばい俺も赤ちゃんって言いたいと思ってでも赤ちゃんの何か話すことが何もないと思って全然言えんと思ったらもうどんどん赤ちゃんがいっぱい出てくるから赤ちゃんって言ったっていうのしかもうなくなっちゃってそんなに言ってた？いやめちゃくちゃ言ってました。そんなに言ってた？みんなプレイバックして聞いてほしいもんそのたびにもう赤ちゃんって言われたのに赤ちゃんって言ったと思ってやばハマっちゃった。一人でなんかハマっちゃった。コメント欄に赤ちゃん回数みたいなの書いてる人いるでも今の赤ちゃんいっぱい言ったの説明の時巻き返すぐらい赤ちゃん言っちゃ言ってたちょっと満足した今日は青い斑点と赤ちゃんだけ青と赤だけ覚えて帰ってもらえればなるほど何それなんかうまくまとめたみたいな、なんかそういう雰囲気は出たけどよくよく考えてみるとよく意味がわからないっていうね。というはい、まあそうだね。あそれであれだね、ツアーの時は、うんうん、その刑務所の中で起こった事件の詳細、そうですね、を、まあ、記事を読んでっていうことだよね、まあ、あとはその裁判での証言だったりとかっていうのも結構喋ったりしたんですけども、はい、まあ、YouTube はちょっとここまでという感じですね、うん、そうですね。でなんとツアーやってたっていう話なんですけど、はい、そのツアーのグッズがね、この度ツアー会場でしか買えなかったんですけど、はい、通販始まりまして、はい、なんとこの、動画の概要欄に URL が載っておりますので、うん、はい、ツアーグッズそこからお買い求めになれますので、うん、はい、ぜひぜひ買ってください。はい、そうですね、CD と、はい、我々の周年ソングが入った CD と、あとタオル、フェイスタオルですね、はい、あとはお守りですね。お守りですね、はい、会場ではねガチャガチャに入れて何が出るかわからないっていうだったんですけど、今回はもう3つセットで、うん、はい、お求めになれますので限定100、はい、限定100セット、もうね結構多分半分は切ってるぐらいかなっていう、急がんと、それは急がんというか、ね、そうですね、うん、了解です。概要欄に貼ってありますので、そちらもぜひぜひ、はい、お買い求めくださいと、うん、はい、ちょっとねツアー中に結構いろんなところ回ったんですけど、うん、あの事情があって来れないみたいな方々からね、うん、グッズ欲しいっていう声が結構多かったので、うんうん、はい、この度発売させていただきました、はい、まあ、限定ではございますが、うん、まだゲットできてない方はぜひぜひ買ってみてください。はい、ね、あ、ごめんなさい、 CD とタオルのセットもあります。あ、ありますね、はい、うんうん、ちょっとお得な、ちょっとお得ですね、うんうん、はい、なんでそうツアーでこんな話もしてましたけど、うん、どうでしたツアーは、感想的なのは。楽しかったよ。なんかあのツアーの時に、うん、結構話せない話をしたじゃないですか、うんうん、だからそっから、ツアーには来たけど、あの僕の話も聞いてほしいですみたいなのとか、あとは、そのツアー行けなかったんで配信で見ました、うんうん、で僕こんな話あるんですみたいな、うん、話を結構送ってくれることがあって、うん、それが後にあの最近僕結構やってる
あなたの身近で起きている日本の事件簿を、うん、になってるんですけど、うん、なのでなんかツアーやることによってそういうなんていうんですか、新しい話とかとも出会えてすごい良かったなって思って、うんうんうん、なんかそういうイベントがまたねできたらいいなと思う。本当ですね、うん、その時にはまたその今回来れなかった方々もね、うん、ぜひ参加していただければなっていう、はい、気持ちでございます。またやりたい、はい、うん、できるように頑張っていきましょう。そうしましょう、そうしましょう、はいはい、目指せ10万人。そうですね、はい、今年は10万人行きたいですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。